先に言えよ。あ、ごめんごめん。私が鬼舞辻無惨について語っているとき、どう思っていたんですか？あれ？呼んだ？こんばんは、しのぶちゃん。いかがお過ごしでしょうか？なんか眠れなくて、しのぶちゃんに連絡してみました。おーい、起きてるよね。おーい、しのぶちゃん。何時だと思っているのでしょうか？はい、起きてます。どうかされましたか？しのぶちゃん、実は鬼殺隊の中で最近話題の悪役キャラがいるらしいの。話題の悪役キャラ？へえ、そんなのがいるんですね。そうなの。でもそれが誰だったか忘れちゃったの。ええ、そうなんですか。じゃあ私も一緒に考えましょう。さすがしのぶちゃん。はじめから考えさせるつもりで連絡してきたのでしょう。ではその話題の悪役キャラの特徴を教えてください。了解。その悪役キャラは日の光を浴びると死んでしまう性質で。日の光を浴びると死ぬ。その姿を自由自在に変えることができて。姿を自由に変えられる。最初の鬼らしいの。火の光を浴びると死ぬ性質で姿を自由自在に変えることができて、鬼の始祖。めきめき。それはもう鬼舞辻無惨じゃないですか。やっぱりそう思う？甘露寺さん、鬼殺隊の柱ですよね。おう。その特徴は鬼舞辻無惨ですよ。虫柱の私が言うんですから間違いありません。でもわからないんだよね。何がわからないんですか？その特徴は鬼舞辻無惨です。私もそう思ったんだけど、話によるとその悪役キャラはどんな時も常に冷静沈着らしいのよ。では鬼舞辻無惨ではありませんね。鬼舞辻無惨は冷静沈着とは真逆のキレキャラですから。そうよね。悪役キャラのリーダーとは思えない短気さですからね。そんなに？そうです。初登場、ただのチンピラに青白い顔と言われただけでめちゃめちゃブチギレてますから。え、悪役キャラのリーダーがそんなことで？ええ、ブチギレでした。堪忍袋の尾の人がこんにゃくなのかってくらい切れやすいんです。切れる系の芸人さんみたいだね。ええ、鬼舞辻無惨が芸人を目指せばカンニング竹山さんに次ぐキレ芸人になれると思います。エンタの神様で鬼舞辻無惨を見れる日が来るのかしら。でもこれで分からなくなりましたね。他に何かその悪役のキャラの特徴を言ってませんでしたか？その悪役キャラは7つの心臓に5つの脳を持っているらしいの。鬼舞辻無惨じゃないですか。ラララン。その特徴は完全に鬼舞辻無惨ですよ。そうなの？そうですよ。あんな普通の人間みたいな姿をしてるのにすごいわ。だから体の中がおかしいんです。おかしい？そうです。首とか各上腕に心臓あったり、お腹に脳ありますからね。逆に全身急所みたいなものですよ。そうよね。好きな人とデートしてる時とか大変ね。はい。だって首とか上腕もドキドキしちゃうわけでしょ。ギュッと抱きしめた時とか、上腕も胸もメキメキが伝わってきて、ギュッとされてる方もバクバクしちゃわない？え？あ、でもデート中に倒れたりしちゃったらどうするのかしら。上腕に心臓マッサージするのかな。でもこっちは一人しかいないし、
どっちの上腕にマッサージしたらいいの？あ、でも胸の心臓にするのが一番か。ストップ、甘露寺さん、落ち着いてください。あ、ごめんごめん、デートの話になると妄想が止まらなくなっちゃうの。さすが恋柱。でも鬼舞辻無惨とデートするなんて天地がひっくり返ってもありえないので、無駄な妄想はやめときましょう。言われてみれば確かに。でもこれではっきりしましたね。その話題のアクアクキャラは鬼舞辻無惨で間違いありません。でもわかんないんだよね。何がわからないんですか。その特徴は鬼舞辻無惨ですって。でもその話題の悪役キャラは誰もが上司にしたいような人格者らしいの。では鬼舞辻無惨ではないじゃないですか。ひどい。だってそうでしょう。甘露寺さんだって鬼舞辻無惨と部下のやりとりを見たことないんですか。ないかも。鬼舞辻無惨は半沢直樹も顔面蒼白になるレベル。上司にしたくない人間ダントツナンバーワンのパワハラ上司ですよ。え、あの半沢直樹さんでも。即土下座させられると思います。それは相当なパワハラ具合ね。加減の月たちが鬼舞辻無惨に集められた回があるんですけど。うんうん。加減の次6人中4人、鬼舞辻無惨に殺されましたから。え、加減の月って鬼舞辻無惨の部下だったんじゃなかったっけ。そうですよ。パワハラってレベルを超えてる気がするわ。そこでの加減の月と鬼舞辻の会話もやばいんです。え、どんな。鬼舞辻が加減の月にお前は柱と遭遇したら逃亡する気でいるなって聞くんです。ドゥルル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 ル。まあ加減の月もちょっとそういう節があったんでしょうけど、弁解するわけですよ。いいえ、思ってません。私はあなた様のために命を懸けて戦いますって。お、いい部下って感じ。それなら上司も信頼できるね。いえ、それを言った瞬間鬼舞辻に殺されました。秒でひねりつぶされました。え、一体なんで。お前は私の言ったことを否定するのかって。厳しい。そうです。ゆえに坂上忍さんと鬼舞辻無惨は上司にしたくない二大巨頭なんです。坂上忍、鬼舞辻無惨のお友達。でもこれで分からなくなりました。他に何か特徴を言ってませんでしたか。その悪役キャラは大ボスなのにナンバー2より格段に技が少ないらしいの。鬼舞辻無惨じゃないですか。あやや。上限の1黒死亡は月の呼吸の使い手で13まで技があるんですけど。13もあるの。それに対して最終形態になった鬼舞辻無惨はといえば、といえば基本的に腕を振り回す技しか使ってきません。え、大ボスなのに。ええ、私もファミコンゲームの2面のボスなのかと思いました。ファミコンゲーム特有の同じ動きしかしない敵いるいる。序盤の鬼ですら地面に潜り込むや糸を使う能力を持っていたのに、最終的に大ボスのメイン技が伸ばした腕を振り回すだけなのは驚きです。だいたいラスボスっていろんな技を繰り出してきそうだけどね。カイキングですよ。カイキング、跳ねるしかやらないカイキングです。悪の大ボスなのにひどい言われよ。でもこれで確定ですね。その話題の悪役キャラは鬼舞辻無惨で間違いありません。でもわかんないんだよね。何がわからないんですか。もう誰がどう考えても鬼舞辻無惨です。間違いありません。でも
鬼殺隊のみんなが言うにはね。はい。鬼舞辻無惨ではないらしいの。先に言えよ。ちょっと、私が鬼舞辻無惨について語っているとき、どう思っていたんですか？ためになるなと思って聞いてたよ。私は池上彰さんですか。でね、富岡さんが言うにはバイキンマンじゃないかって。絶対違うでしょ。しのぶちゃん、なんでしょうか。桜餅一緒に食べに行かない？善逸くんならお付き合いしてくれると思いますよ。あれ？呼んだ？それから結局何も思い出せなかったみつりとしのぶは桜餅を食べに出かけるのでした。